チョルーラは、メキシコのプエブラ州にある先コロンブスキの遺跡。プエブラ州都であるプエブラの西の郊外に位置する。大ピラミッドで知られ、5個天気には、ケツァルコアトル信仰の巡礼地であったが、その実態については、不明な点が多い。チョルーラの最式同期チョルーラという名前は、ナワトル語でこの地を言うチョロラに由来する。チョルーラは、メキシコ盆地から見て、 東のプレブラトラスカラボンチに位置し、西のポポカテペトル山を含む山地に近い。雨季の雨と山地からの水によって、古代のチョルーラは故障となり、肥沃な農業地帯であった。中石製の底土は高品質の土器を作るのに適しており、特にアトコ天気の彩色土器はよく知られる。彩色土器は、 地域間の交易品として重要であったが、チョルーラのものが最も優秀で、最も広く取引された。ベルナル・ディアスデル・カスティリオによると、モクテスマ2世は、自分用のチョルーラの土器を持っていたという。地理的にチョルーラは、メキシコ湾岸地方、メキシコ盆地、テワカン盆地、バハミシュテカを結ぶ、交易路の要衝を占めていた。遠隔地から貴重品を運ぶポチテカは、 チョルーラの市場で交易を行った。建築様式は、手置和感と異なっている一方、土器については類似性が指摘されている。特によく知られるのは、大ピラミッドのトラチューアルテペトルであり、使われている建築素材の量の点で、先コロンブス期のアメリカ大陸最大のピラミッドである。この大ピラミッドは何段階もかけて建設された。第1段階では、 底辺が一辺120メートル、上部が一辺43メートルの正方形で、高さは17メートルであり、タルータブレロ様式の建築構造を持っていた。おそらく古天気に行われた第二段階では、底辺が180メートル、高さ35メートルになった。最終的に底辺が一辺400メートル、高さ66メートルに達した。大ピラミッドの南は、 祭壇の中庭と呼ばれ、東西70メートル、南北54メートルある祭祀の中心地だった。チョルーラは、形成期初期以来の集落が確認される。遅くとも、紀元前1000年頃には、湖の岸に集落があった。確認される最古の祭祀センターは、形成期後期のものである。 初期の大ピラミッドの建設も、京成期終末期に始まったと考えられている。古典期になると何度も、大ピラミッドは拡張、または再建され、また他にも多数のピラミッドが建設された。700年頃に、テオキワカンが崩壊すると、中央メキシコでは、権力の空白が生じ、マヤ人を含む、様々な民族の移動が起きた。 近くのカカシュトラの壁画は、メキシコ湾岸南部の勢力との婚姻による同盟関係を示す。チョルーラは、このような民族移動の中心地であったかもしれず、実際に、マヤ文明式の頭蓋変形やカワセミによる葉の装飾を持つ墓層が発見されていることは、この時期のチョルーラに、マヤ貴族が住んでいた可能性を示す。伝承の上では、メキシコ湾岸から、 オルメカイコールシカランカ人がやってきて、それまでの住民を征服したとされるが、遺物の上では断絶があった証拠は見出されておらず、もっと緩やかな変化を示す。祭壇の中庭の壁画には、この時期に羽毛を持つ、蛇の彩色された壁画が見られるようになる。この時期にも再び、テオティワカン風のタルータブレロ様式が使われたが、それに加えて、オアハカメキシコ湾岸、マヤ地域の要素もあり、 国際的な様相を帯びる。トルテカ・チチメカ氏によれば1200年頃に、トルテカ・チチメカ人が、チョルーラのウルメカイコールシカランカ人を征服したとされ、5個天気のチョルーラの歴史はそれ以前と以後に2分される。大ピラミッドの第4段階の拡張が中断されたように見えること、祭壇の中庭の多数の石碑が倒されたり、破壊されたりしていることは、トルテカ・チチメカ人の侵入を反映していると、 考えられる。1200年以後は、祭祀の中心地は、大ピラミッドの北西にある今のサンペドロ・チョルラのソカロへ移動し、新たなケツルコアトルのピラミッドが作られた。この時期にも引き続きチョルーラは繁栄し、面積は10平方キロメートル、人口は3万人から5万人に増加したと推定される。チョルーラはアステカから独立しており、 花戦争でしばしばトラスカラやウェショチンごと同盟してアステカと戦った。この時期のチョルーラはケツァルコアトル信仰の巡礼地となり、スペイン人の年代記作家はチョルーラをローマやメッカと比較している。エルナンコルテスラのスペイン人は同盟していたトラスカラ人に連れられてチョルーラを訪れたが、集まった町の貴族たちを虐殺し、ケツァルコアトルのピラミッドを破壊した。 大ピラミッドは当時すでに半ば放棄されて人口の山のようになっており、スペイン人はその上に教会を建設した。しかしチョルーラは神聖な都市であり続け、スペイン人はこの地のキリスト教家に意を用いた。5個天気からスペイン人による植民地支配の時代にかけて、チョルーラには多数の民族史学的な記録が残っている。チョルーラ遺跡は19世紀末に、 エドワード・バーネット・タイラー、デジレシャルネ、アドルフ・バンデリアらが訪れた。集中的発掘は1931年に、イグナシオ・マルキナによって始められた。大ピラミッドとその周辺は特によく調査され、考古学者はピラミッドを貫通する長さ 8km のトンネルを掘り、このピラミッドが1500年間に4つの大きな工事がなされたことを明らかにした。ありがとうございます。